ひなチャンネル。今日は悪役令嬢レベル99、ゴア反応会ね。相変わらず非常識でずれてる主人公が可愛くて笑いながら見れる作品だ。あんたの変態センサーに引っかかってる子なのね。うちの感想なんかより実況民の反応からいきましょうか。それではみんなの反応どうぞ。開幕からやべえやつ。ちょいアマトエー。ズバーっと結構無謀やられてる。あの時は危機一髪だったな。お兄様も頭部を破壊されたら再生できないからね。生えてこないよね。腕が生えるも相当だけどな。始まった。やばい主人公だ。軽くえげつない話をしてる。この裏ボス回復魔法使うけどどうやって倒すんだろ。デフォルメ可愛い。イメージに違いが。グヘ。絶対にこうなる。燃え誘っている場所が鬼畜。やります。耐えられませんでした。あ、魔道具の金属を素手で曲げた。う、校長思わず海岸。やっちまったな。力加減の練習にいいかもしれない。お前はユリゲラーか。う、加減ってのは難しいもんだからね。わかるよ。弓枝最強弓枝最強。こういうコミカルな見せ方うまいのも動画工房らしい。さっきから柔らか素材みたいにやってたのは強すぎるせいだったのか。無理っすよね。やっぱり女版マッシュルだねこれ。レベル65,535くらいまで表記できるようにしよう。タイトル、アニメーション制作呪文堂。レベルが上がりまくるのが主題の作品があるのに、他作品では初手でレベルカンストしてしまっているらしい。パトさんはヒロインでもあるけど、正真正銘弓枝さんにとってのヒーローなんで。ライゴラエラモス、話し相手ができる。ヒロイン風の金髪は本編出てこないな。横吉、なんかパトリックの仲良くなったな。信頼されてるんだな。ぼっち生活は変わった。即死魔法杯二人組作って。おいやめろそれ。ぼっちに辛いやつ。今後人生のパートナーに、いいんですか？やっぱり気にしてください。こいついいやつだな。つん。死んだ目の弓枝さん。パトリックの剣好きは美しい。剣フリフリ可愛い。パワーが技術を凌駕した瞬間であった。レベル差が、おかしいだろう。グロ回復やめろー。モザイクー。こんな目にあってもけなげに相手してくれるって相当いい人だな。なんでボッケンで切り傷ができるの？服まで治るのほんと便利。安定の触手治療。かわいい。回復にモザイク入るなんて画期的。相手になるやついるんか？力任せでも魔王を倒せそうだ。内田優馬この声でこのキャラの声出すの何言ってもかっこいい。裏ボスがボス退治に行くのかしら。イチャイチャ、イチャつきやがって。よくない噂を王子さん。治癒魔法はちょっとグロいけど。攻略対象が悪人になり始めている。まあこいつは魔王でいいだろ。確かに。全身デフォルメ。ふぬけ王子、アニメにされるとより一層おいたわしいな。下着にならんのは自業自得では。野外演習もら自業自得な気がう。根拠の一つに黒髪と言われていることが気に食わん。髪の毛社会すぎる。こいつオート上空でブラックホール打てば終わりやからな。うん、当事者意識。黒髪に厳しい世界。白っぽいだろ。いい年こいた大人が白なの黒なの。真っ黒の髪に尊敬してる。灰色でも黒って言われる世界めんどくせえな。う、ありがとうございます。照れるのか。ちょろいとも言い切れない。八六だと原発は優等民族やぞ。くどいていくー。人の心が芽生えている。パトリック良いやつ。なお相手は飛ばされる。あ、即落ちにコマ。少しは加減しろまた。パトリックお前死ぬ気か。ごめんなさいごめんなさい。全身グロヒユー。無限ループって怖くね。またド派手に飛ばされた。う、心地いいのあれでう。弓枝が男に惚れるって珍しい。これは死の淵から回復するたびに強くなる的な何か。闇ヒールが心地いいのは別の意味で危険な香りしかしてねえ。俺だったら闇魔法を使えたとしても隠してしまう。しかし色合いというだけで言われるあたり根深さを感じる。メンタルもレベル99。お前らはもっとイチャイチャしろ。あれか、原子になると強くなる際になる原子って教育か。強すぎて敵がいないからというのもあるでしょ。確かに、闇属性は特別視されちゃうもんね。ゲーム世界だと割り切ってるとこあるし。寝るときに、技術を学ぼうとしても軽く受けただけで。相手を跳ね飛ばすレベル99。あと何回パトリックは耐えられるんだろうね。弓枝について考えることがなかった。闇に落ちたな。闇の誘惑食らって落ちたのか。髪のこともそうだが、弓枝は自分自身を否定しない。闇魔法？何のこと？これは落ちるかいろんな意味で。はい神くんかっこいいな。中身もイケメン。いや、お前ゲーム脳で自分の強みをゴリゴリに強化して、使うことに躊躇ねえじゃん。そこらゲームとは別と考えるんだ。ミューチートとかいう単語聞くとにっこりしてしまう。二度目の野外演習。魔物呼びの笛は絶対に吹くんじゃねえぞ。パトリックは自分の痛みもあったかもしれないけれど、まっすぐに人を褒められる良い子。みえ。魔物さんいらっしゃいは禁止ですか。弓枝の過去編否定。弓枝、魔物呼びの笛は吹くなよ。了解、魔物呼び。
ダークバインド魔法と一人じゃんけんしてる。はいはい。モザイクきたー。のヒーラーがある。めんどくさい。ゾイ。やめろー。ルミエラわかってないなう。頭がどうかしている人。この目である。こいつマジでどうかしてるぜ。人手ダンジョンとかバカだろう。安全係数ってもんを知らないな、この後を買う。ずいと怪我か選んでください。やっぱり主人公の思考回路が異次元。怪我より増え一択だった。やっぱり増えてるじゃねえかう。こんだけ魔物潜んでるなら笛吹く以外でも方法ありそうだがねえ。敬語でも呼び捨てでもないよ原因。そこなのう、敬語を忘れて呼び捨てう。反省する場所が違う。リッカオドウセアレとか言うなよう。敬語忘れ、呼び捨て矢印そこじゃない。とんでもない二択を突きつける主役。男に嫌われてもいいんですよ。少し寂しいかもしれない。おいおい、人の心が芽生えたか。意味深もう好きだろ。なんかトビウオみたいな魚。声がよく響くのは魔法の影響だったんだな。パトリックは集団戦の天才。ユミエラはガチでカオル殿目指してるの。パトリックさんの株爆上がり、お疲れ様です。パトリックと言葉を交わすことなく闇に飲まれそうになっている。どっち、アリシアさんが男をはべらせてない。突然魔王扱い。アリシアが謝った。魔王扱いしたお詫びはそれだけですか。いいですね。黒いもやに話しかける主人公ちゃんはいい子。震えてる。疎外感かわからなくはないぞ。こっちは悪役霊嬢じゃないけど主人公ムーブなのに邪魔だろアホウジ。少しオーバーに伝わっているらしいな。別にオーバーでもなくない。米印どれも誤解です。ユミエラ追い出せう。うるせえ泳ぎだな。危険ではあるからな。危険な存在にそんな態度取って大丈夫かい。友達すらいないし。てめえの居場所はねえよ。学園から逃げ出したとしても現世でもいたんだったのでは。何が何でもユリエラガイアクロンという自説を曲げられないバカ王子。来たー。闇落ちする寸前に出てきた男パトリック。一応謝罪するあたりまともと思ったらバカ王子がシャシャリ出てきて台無し。バカ王子、君もだいぶ軽率で危険だぞ。火はあったような。そうだね、火はあったう。火はあったね。そうね。かばってる。素人は黙っとれ。めちゃくちゃ怒ってる気がする。そこそこ好評です。おもろい。パトリック人格も魔法も上級者。引き下がった。照れてるぞ。こういう貴族だからできる。真剣。そっちじゃなくてさあう。呆れるよな。伯爵より偉い偏狂伯。誇るほどの家柄なのか。そっち、まだ敬語のことを気にしてたんだな。だいぶの違うアホストリーなさないといけないの。パトリックがすごすぎるだよ。ありがとうございます。パトリックさんが寛容な人でよかった。それは納得です。もっと気にすべきことが多すぎる。ありがとう。これは正ヒロインの微笑み。パトリックの方がはるかにちゃんとしてるぞ。どうなんだエドウィン。パトリック、お前マジに人格者だな。王子とは格が違う。お強い。人の感情を取り戻したか。人の心を学んでいくモンスターの話かよ。本当に気にすべきことが多すぎるのかなり良い。友達の先行ってどうぞ。高望みしてもいいんじゃないかな。ゲストエレー来たー。今週も出てこなかった。深刻なエレノーラ様不足。旦那でまくってたのに何してるんですか。今週もエレノーラ出番なしか。本編の出番ほんの少しなのに ED だと主人公差し置いて歌ってる。あれ、これはエドウィンどんどん人気が下がっていくだろうな。王族というだけでは多分無理な世界線だよな。パトさん絡みの時だけ乙女になるユミエラが俺を狂わせる。エレノーラちゃんはなぜ出てこない。ここ金家。調子に乗って周りをドン引きさせるオタクを見ているようだった。エドウィン殿下絶賛評価低下中だから狙うなら今だぞ。パトリックのおかげでユミエラに可愛げ出てきてバランス取れてるの、すごい。SD キャラ演出多いのは作が節約できるし、見てるこっちも SD のが可愛くていいし、ウィンウィンだな。みんなの反応はここまでです。バカ王子に視聴者のヘイトが溜まっていくのがわかるよな。でもさ、誰かさんみたいに急にユミエラへ求婚するかもしれないじゃん。そしたら一気にいじられキャラへ昇格しそうだな。最後までバカのままではないと思うので、どのように巻き返していくのか楽しみだ。パトリックとの恋の行方も楽しみよ。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。